市県場前駅は福岡県久留米市福本町にある西日本鉄道天神大牟田線の駅である。駅番号は T29。西鉄福岡駅方面からの完全な伏線は当駅まで。ここから大前寺駅間は単線となる。また、駅のすぐ南方で JR 鹿児島本線および JR 九大本線とオーバークロスし、 九州新幹線の高架下をアンダーパスする相対式ホーム2面2線を持つ高架駅である。2019年度の1日平均乗降人員は3115人である。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は下表の通り。 駅前の旧国道を209号線を走る西鉄バス50番53番線小屋線の試験場前停留所が近く道路線と西鉄電車を乗り継ぐ場合、西鉄久留米駅で乗り換えるよりも便利である。当駅の高架化に際して、駅ロータリーや駐輪場も整備され、他交通手段との結節機能が強化された。駅名の由来は昭和四年に福岡県立工業試験場が設立され、 その前に駅ができたためであるが、現在は、その試験場は存在しない。昭和40年代には、津福駅側に折り返し線があり、当駅発着の列車が設定されていたが、編成数の伸びに合わせて、ホームの延長が行われたため折り返し線の確保ができなくなり、列車の設定は一旦はなくなった。2005年11月13日のダイヤ改正より、 花畑駅始発の普通列車2本と、急行1本が当駅まで延長され、当駅始発列車が設定されているが、当駅終着の列車は設定されていない。一部車両の方向幕には、急行試験場前、普通試験場前の設定がある。当駅花畑駅の駅間距離は600メートルで、これは、西鉄天神大牟田線では、最も短い。ありがとうございます。